怪物の市場価値は天井知らずで高まっている。その怪物とは、MLB の若き司法不安外だ。今オフに FA となる25歳は、今年1月にヤンキースと3100万ドル、約46億5000万円、で契約合意。連邦調廷権を持つ選手としては、大谷翔平、ロジャース、の3000万ドル、約45億円、お抜き。 史上最高額となった。動画、米メディアも興味津々、大谷翔平マミコ夫人デコピンの3ショット、2018年のメジャーデビュー以来、通算打率285、同201本塁打、同オプス、953と図抜けた打力を見せつけてきた外その若さと実績から今オフの遺跡史上においても最大の目玉であり、 昨オフに大谷が結んだプロスポーツ史上最高といわれる10年7億ドル、約1015億円イコール当時のレートを超えるという意見は盛んに飛んでいる。もっとも、現時点で米メディアの間ではシビアな声が目立つ。野球界のみならず、プロスポーツ界全体でも、史上最高と言われる大家のメガディールが1年で塗り替えられるのは現実味がないというのが大半の論調だ。 米メディア、ブリーチャーレポートの取材に応じたブリタニー・ギロリ記者は、外が FA で将兵・大谷の7億ドルの契約を上回ることは、現時点では、夢物語のようだ、という、と断言。また、米老保氏、スポーツ・イラストレーテッド、も、外が7億ドル超えの契約に匹敵、もしくは上回る契約を結ぶ可能性はない、ときっぱりだ。 外の FA 契約が総額7億ドルを超えるには、大谷と同様に年俸支払いの大幅な後払いを受け入れる必要がある。ただ、彼に大谷のようなフィールド外での莫大な収入源がないことを考えると、このシナリオはかなり非現実的だ。それでも高額契約の可能性がないわけではない。同志はこうも続けている。球界内の関係者たちの多くは、この若きスーパースターには14年。 5億万ドルの契約がふさわしい評価している。ただこれは潜在的な契約の加減に過ぎず、外の契約は6億ドルにまで上がると予想されている。外の代理人は、超、がつく